膝裏マッサージの効果とは？人生は苦ばかり、料金の支払いに他人の面倒、そりゃ体の節々も傷んできます。はあ、癒しが欲しい。そんなあなたに体のストレスを撃退する指圧療法をご紹介しましょう。あなたの毎日をガラリと変える8つの体のツボについてお教えします。1、関節炎、関節痛。激しい運動や年齢を主な原因として激しい関節痛に悩まされることがあります。痛み止めのような薬を敬遠したい方にとってこの痛みは耐え難いものでしょう。関節が痛んだり足がつった時は膝の裏のツボが痛みを即座に和らげてくれます。ぜひ試してみてください。指圧の科学で証明されているポイントです。このツボは膝の裏のシワの真ん中に存在します。一中と呼ばれています。このツボを刺激するには片足ごとに1分間優しくその箇所を指で押します。毎日継続することで肩こりや膝、背中、腰の関節炎、座骨神経痛に効果を発揮します。 2. 緊張性頭痛。人生いろいろ、ストレスによる頭痛が起こることもあります。おー痛い。日々のストレスから発生する頭痛の一つには緊張性頭痛と呼ばれるものが存在します。この頭痛はストレスや緊張、睡眠不足、パソコンの使用中などに悪い姿勢で長時間座ることなどを主な原因とします。頭痛を和らげるツボはいくつか存在しますが、簡単にマッサージできるのがこの手のツボ。ちょうど人差し指と親指の間の肉付いた部分に存在します。このツボを5分間押しながらマッサージをしましょう。反対側の手も同様にマッサージします。だんだんと頭痛が消えていくはずです。あーよかった。3、首の痛み。何時間もパソコンデスクに向かいっぱなしで首が凝ってはいませんか？もしかしたら今朝寝違えていたり。首には骨、筋肉、神経、そして関節が集中しており、毎日皆さんの頭を支え続けています。痛みが起こるのも当然といえば当然。首の痛みは誰もが悩むもの。一日を台無しにしてしまうこともあります。首の痛みを和らげるには中枢と呼ばれるツボを刺激します。このツボは小指と薬指の付け根の間に存在します。優しく同時にしっかりとそのツボを1分間押すことで血行を促進し緊張をほぐします。このマッサージは首の痛みを和らげたいとき、1日中いつでも何度でも行うことができます。4、胃のムカつき。人は毎日食べるもの、いろいろなものを食べていると胃がムカついたりすることもありますよね。消化不良や食物不耐性といった胃のムカつきは楽なものではありません。下痢や便秘、消化器系の不調を和らげるには口唇と呼ばれる足のツボを刺激します。足の内側、土踏まずのアーチの中心のあたりにあるのがそのツボ。ここを数分マッサージすることで消化不良やムカつきを解消することができます。ツボの刺激によって体の気の巡りを正常化させることもできますよ。胃腸薬はもういりません。5、生理痛。女性におすすめのツボがこちら。辛い生理痛に痛み止めを飲みたくないときはこのツボが効果を発揮してくれることでしょう。関元と呼ばれるこのツボはおへそから指2本分真下の位置にあります。人差し指で軽くこのツボを押さえ、痛みが引くまで力を強くしていきます。あまり強く押しすぎると痛みが増してしまうので気をつけて。またこの場所を温湿布や湯たんぽなどで温めても痛みが緩和されます。6、不眠症。日中のストレスは夜間のストレスにもなります。寝返りを何時間打っても、あー眠れない、身に覚えがありませんか？ペンシルベニア医科大学の2018年の調査では、アメリカ人の4人に1人が不眠症で悩んでいることが分かっています。眠れずに困っている場合は指圧の力を借りてみましょう。失眠は正しく刺激することで不眠症を解消することができます。
このツボはかかとの裏に存在します。この場所を1分間刺激することで快眠効果が期待できますよ。またこのツボは温めても効果があります。寝る前に足湯で温めるのも良い方法です。足全体をマッサージするのもいいですね。7、腰椎の痛み。毎日同じ椅子に座ってばかりだと腰痛が激しくなってきてしまいますね。腰の痛みは腰椎が弱っていることで筋肉や神経が圧迫されることで起こります。ああ痛い。この痛みを和らげるにはボクシンと呼ばれるツボを刺激します。このツボはくるぶしの外側のくぼんだ部分に存在します。土踏まずと合わせて刺激しましょう。ツボの刺激によって腰椎の硬直を取り除き、その可動域を増やします。椅子ももしかしたら買い替えた方がいいかもしれませんね。8、鼻づまり。喉がイガイガしてきて鼻はもう滝のよう、体全体がだるくなってくる。そう、これはまさに風邪の引き始め。十分気をつけていても鼻づまりはいつもついて回ります。風邪薬は眠くなるしという人におすすめのツボをご紹介しましょう。手首のすぐ下にある肋穴と呼ばれるこのツボは風邪の諸症状に効きます。2本の指で反対側の腕の内側の親指側にある軽いくぼみを刺激します。皮膚をつまむように指でこの箇所を1分間マッサージしましょう。風邪をひいた1日は繰り返しこのツボを左右交互に刺激することで鼻づまりなどを解消することができますよ。体のツボを刺激するときは体の声に耳を傾けながら行うようにしてください。痛みを感じたときはすぐにやめ、指圧の専門家に相談しましょう。隠れた病気が見つかるかもしれません。今回のツボマッサージで皆さんに一番役立ったのはどれでしたか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。